い、どうも皆さん、こんにちは。今回はなんと、マインクラフトでコマンド一つで、ブロックをどんな大きさにでも変えるコマンドを見つけてきたので、それをやっていきたいと思います。このコマンドは一つっていうより、二つを組み合わせたコマンドなんですけど、まずは、一つ目のコマンドをコマンドブロックに入れます。で、一つ目のコマンドはもちろん、もっと見るところの一つ目のリンクなので、それをコピーしていってください。で、それをまずコマンドブロックにコピーします。はい、完了。そして、ボタンを押します一回。そしたら、このような箱ができるんですよ。そしたら、チャットの方で、click here to get the command install database って感じでいろいろ書いてあるので、そこをクリックします。で、はい。そしたら、もう一つ長いコマンドを渡されるので、またそれをコピーして、マインクラフトの方に戻って、コマンドブロックなんかちょっと変わったので、それをそこにコピーして完了を押します。そしてもう一回ボタンを押すと、この空いてた反対側が埋められます。そしたら、準備完了です。で、これはもう置いておいて、こちらに、マインクラフト、ハーフクラフト、おぉ、ハーフクラフト、うん。はい、コーダーって人を作ってみました。その人のリンクもっと見るところにあるので、ぜひ確かめに行ってください。こちらだ、緑の方のカーマをクリックします。はい、そしたらこのように卵をもらえるんですけど、今のところこのコマンドではこの1234567891011かな、これ OK、 まあ11種類のブロックがあるんですけど、このように半ブロックの作り方は簡単にこの卵でこのブロックの絵をクリック。そしたら見てください、このように半ブロックが作られます。で、これ見ればわかると思うんですけど、新しいモブのシャルカー、1.9 で追加された新しいモブのシャルカーを使っております。シャルカーってこのようになんか半ブロックポコポコって開くじゃないですか。それを多分利用してるんだと思います。なので、ブロックをスポーンした瞬間、ちょっとだけシャルカーの頭が見えるんですけど、うん、いいですね。もう一つすごいことに、これは実は半ブロックだけじゃないんですよ。このように9で卵を落とすと、ちょっと範囲セレクトされて、こちらに消す、あ、それは嫌ですね、セレクトを消す、違いますね、何時っていうボタンがあるので、それをクリックしたら北、南、東、西って両方あって、上と下があるんですよ。だから下をクリックすると1ピクセル下に動かすこともできますし、上にもこうやって動かすことができるので、これ本当にすごいと思います。シャルカーの力を使ってますね。はい、ディセレクトで、これ結構すごいのが、なんと高さ16種類の高さが追加されます。なので早速作っていきましょう。こちら側が完璧な1ブロック、こっちが0ブロック。じゃあまずこっち側からいこうか。あ、違う、これ単ブロックで、はい、投げて、ナジダウン、では皆さん、長い間これやってたんですけど、見てください、これモッドなし、モッドなしでこのように違う高さが16種類追加できるようになりました。なので、これ歩いてみると本当に高さが少しずつ上がっていく感じなので、これ本当に建築とかに結構使えると思います。では皆さん、もう一個面白いことがあるんですけど、これはなんと、例えば細い道とかあるじゃないですか、このように、これを実はね、これ動けるじゃないですか、これちょっとだけジャンプもちょっとできるから、だからこれをね、あ、ここじゃないよ、あ、これだ、ノー、見かけして、ここでハンブロック作って、オッケー、ここもハンブロック作って、でここ、おい、よいしょ、ふっ、はっ、ここに、オッケー、できました。で、これをね、ちょっとずつ右に、こっちかな、あ、違う、こっち、ノース、こっちか、 OK。 じゃあ3個ずつやっていきましょう。1回、3個ずつ、あ、こんな、こっち、何時、3、1、2、3、 OK。 あ、と、お、取れる、こうギリギリ取れます。こうやって探して、お、これギリギリ通れます。これすげえいいですね。まあ、なのでね、こういうめっちゃ細い道を作ったりしたら、ちょっとカスタムマップとかに面白いなんか入
ハレムとかできそうですね。例えば、洞窟の奥にチェストがあって、あー通れない、あーどうしようどうしよう、おお通れた、おおって感じ、いいんじゃないですか。では皆さん、今回も見てくれて本当にありがとうございました。今回はマインクラフトに半ブロック、普通のブロックでも半ブロックを追加できるコマンドを紹介してみました。結構面白いコマンドだったので結構紹介したかったんですけど、皆さんはどう思いますか。これ結構僕的にはすごいと思います。このコマンドを作った人のリンクをもっと見るところにあるので、ぜひぜひ確かめに行ってください。では次の動画で会いましょう。 3,2,1 アディオス。